タートしました。さあ加速をしてくる。十分にスロットルオン状態から飛び込んでアングルをつけてゾーンを取っていく。この振り返しはどうだ。さっきはすげえ角度からうわーゾーン2つ詰めた。あとはウォールに向かってもう少しいけたのかな。いやあとは出口のクリップ91ポイント米岡勝弘選手の1本目が91ポイントです。まあ、1本目は点数入れに行ったんで次は まだいっぱい出すようにですね頑張ります。まあ、まだ次行きますんで頑張ります。よろしくお願いします。まだシングルウィナーになっていませんが、さあ加速をしてくる高橋和美。この BMW EQ2 を引っ提げて今シーズンはチーム体制もしっかり、スモーカー十分。さあ振り返しアングルをつけてゾーン2つ目取っていった。そしてウォールはどうだ。オンザウォール。あとは出口のところのインクリップ、ここもフロント。さあその高橋和美選手が先ほどの上尾勝弘選手をオーバーテイク92ポイント気持ちよかったです、まあ、でも自分的にはちょっともう走り終わってすぐここミスった、ここダメだったなっていう部分がすぐ出てきて、まあ練習よりいい部分も出せたんですけど悪い部分も結構出たんで、2本目もしそれを修正できれば、まあ、2本目終わってもトップでいられるかなと思うんで、まあ、今は嬉しいんですけど、まあ、2本目始まったらとりあえず忘れて切り替えて2本目しっかり走れるように、まあ単走トップ取ったことないんで取ってみたいですね。まあ先に練習走行では履いていたタイヤとサイズをちょっと変えて今回というところで、さあウィックアングルをつけて飛び込んできました。スモークも十分きれいに今ゾーンに合わせて、まずは1つ目からタッチ&ゴー、ここもアングルをつけている。さああとはウォールはどうだ。ウィングが乗っかっている。オンザウォール、あとは出口のところのインクリップだ。幸男ファースト2本目なかなかいいアングルをつけて今フィニッシュライン、2本目93ポイント危なかった本当に壁はギリギリでもとりあえず、まあ、スポンサーのおかげで本当にかっこいい走りたい、まあ、走りが作りたいからもう危ないけどとりあえず頑張りました。ありがとうございます。明日応援の方お願いします。何で抜くんだよ。何で抜くんだよ。大丈夫、俺まだ下手くそだからとりあえず単走トップお願いします。和樹さんの走りはもう D1 の時からもうずっとかっこいいと思ってるから、本当に和樹さんより点数が出ると本当に嬉しいですよ。こんなレベルになると本当に嬉しいです。まあなんとなく頑張ってみます。一番お前一番お前一番。さあロックオン状態、村山智弘選手が今スタートをしました。ランドブリッジ、そして1コーナー飛び込み、早くもスモークが出ている。アングルを十分つけている。このまま飛び込んでくる村山のマシン。ゾーン1つ目、そして振り返してアングルをつけてゾーン2つ目をきっちり取っていく。あとはウォールだ。オンダウォールになるのか。ウィングはどうだ。そしてあとは出口のインクリップ88ポイント。そう、まあ1本目失敗しちゃったんで、でもまあ通るのは確定してたので、だからまあ思いっきり行こうかなと思って思いっきり行って、思いっきり行ったものの、まあちょいちょい本当はミスがあるんですけど、でもまあ自分の中ではよくできた方なんで、まあいい得点かなと思います。ありがとうございます。1本目は81ポイント
さあ切れ味よろしく走りを見せてくれるんでしょうか。林和樹が飛び込んでくる1コーナースモークが上がっている。さあゾーンを取っていく。この辺りはきっちりとリアサイドが入っていった。アングルをつけて振り返してタッチアンドゴーからゾーン、そしてウォールはどうだ。迫っていく迫っていく、オンザウォール林和樹。さああとは出口のところ、インクリップに向けて今アングルをつけてフィニッシュラインだ。88ポイント。1本目で抑えすぎちゃったんですよ。まあちょっと絶対明日につなげたいっていうのもなって、それが強すぎて抑えすぎちゃったんで、もう2本目はもうチームからも頼むから思いっきりって0点でもいいからなんで思いっきりいったんですが、まあ90は届かなかったんで、ちょっとそこは悔しいですね。はい、昨年の鈴鹿ツインですか、それ以来ということになりますが、さあ飛び込んでくるゾーン1つ目スモークが出ている。アングルをつけてゾーンを取っていった。さあここからだ、少し早めのタッチアンドゴーからゾーン2つ目を外していった。ウォールはどうだ、ウィングは乗っかっているか。そして出口のところのインクリップ少し遠ざかっていく。アンドリュー・グレイ選手のポイントが出ました。2本目87ポイント本当に昨日の練習はもう本当に自分の走りできなくて、で今日のためにいろいろセットアップ変えて、もう本当に嬉しいです。でもなんか本当かどうか分かんないんですよ、正直。その気持ちが今あるからなんか嘘みたいですよね。もう自分の夢はになったんですよね。本当にありがとうございます。皆さん応援してくれて本当にありがとうございます。